9月最終週の配信ということになりますけれども、えー、この音声配信ではもうすっかりおなじみになりました今日はタンクラさんをお迎えしてお届けしますタンクラさんはいよろしくお願いしますタンクラですそしてマコリーヌですよろしくお願いします,ですしもう今年も残りが3ヶ月ね<え>早いんですよです、ね、本当にこれで夏休みが終わったと思ったばっかりで、ね、ね<え>もう9月も終わりですよね いろいろね、今年もまも、あ、映画公開、宮崎駿監督の新作もありました、そしてアニメとか漫画とか、まあ、2023年、うん、まあどんなものが気になりましたみたいな話から、ちょっとそうですね、まあえっと、最近終わったばっかりなんですけど、はいえっと、私、意外とあの天性もの,のも一緒に世界天性もの。 意外と見るんですよね <laughs> <ー>意外と一時期ハマったことがあって、はいえー、立て続けに見てたんですけど、うん、その中でもですねまあ、はい か無色天生っていうアニメっていうか、まあ、まあ原作はあの、はい、いわゆるナロー系の小説なんですけども、うん、そこから漫画アニメとこう広がっていった物語がありましていやもう本当にナロウ系異世界天聖者っていうよね、はい、今もうアニメのまあドル箱というか一つ<や>のジャンルとしてね確かに活躍しあの確立してるんですけども、うん、これ無色転生は、まあ、要するに 無職で引きこもりというか、はい、まあニートだった主人公が40過ぎぐらいでですね、うん、ちょっとあることをきっかけに交通事故で命を落とすんですが、はい、そこで、えーまあ、いわゆるファンタジーの世界というすか、うん、異世界の剣と魔法の世界にですね、うんえー、の赤ちゃんとして転生して、えー、そこから赤ちゃんからやり直すと<ー>赤ちゃんなんだけども40過ぎのおっさん難問、まあ、んんですからまあ結構 リアルで生々しい子供時代が、ね、<laughs> <laughs> あの面白そうそね、えー。大人の視点で子供からこう夫婦を見てしまうという、はいえー、ものが展開していくんですが、うんね、転生したせいかどうか分かんないんですけども本人はすごいその魔法の資質を持って生まれたおかげですごい魔法使いになっていくんですけど、はい、まあその辺りはずっと怒涛のことか赤ちゃんから展開していって、うん、えっと第一クールは終わって第二クールの 第2クールがようやく今年始まったんですね、はい、でこの間、第2クールのワン,ワンクール分、うんえー、11話ぐらいが終わったんですけど、ねはいまあ、非常にいい終わり方でですねあの1話から見てる人間からするとああようやくここで一つの話がつながったなと、まあ、何のことか見て,る、ね、見てない人は分からないと思いますけどもでもちょっとと見たたい、はい思まし来年の4月にまたその続きがあるそうなのでえらい半年も待たなくちゃいけないのかなと思うと。 最近のアニメっっててこうううい傾向があそですよね今年うちの系列でいうと「機動戦士ガンダム彗星の魔女」なんていうのが2クルーに分かれて半年ほどお渡しして放送することになりましたけどあれも機動戦士ガンダムという一つのジャンルの新機軸として今までありそうでなかった学園ものというですねという部分では非常に注目を浴びたかなと思いますね。 でまあ、相変わらず呪術も、ね、人気でしたしです、ね、いよいよ、うん、コミックスでもこう佳境というか一つの大きな流れである渋谷事変に入ってきましたので、はい、まあ物語としてはこう一つの山最初の山場を迎えているのかなという気がしますね。うんうん、そうですよね、はいまあ、この間、プサンに旅行に行きましてタクシーに乗って割と若い運転手さんだったんですよね。はいえー でまあ私がまあ日本人ということで、うん、まあいろいろあ日本にもき行ったことありますよとかあドライバーさんがそうそうそうーーで日本で何か興味があるものありますかとか私もちょっと質問してみたりしたら、うんはい、もう間髪入れずにひとと一言目に書いてきたのが鬼滅の刃って言われたんですよね、えー、やっぱね日本の漫画アニメってやっぱりね韓国でもやっぱり人気なんですね人気なんだなと思いましてだから ままあまあ嬉しいですけどそういうすごいね興味持ってもらってると、うん、あとジブリのことも言ってましたし <laughs> ジブリって言ってましたしやっぱり、まあ、ジャパニメーションじゃないですけどもうん、うん、日本でも当然ヒットして人気のある作品っていうのは、はい、翻訳されても世界中の人に愛されるんだなっていう、ね、もうやはり人間、うん、同じ人間としてなんか通じるものがあるんだろうなと思いますし、うん、やっぱり日本のアニメってもうすでに。 ジャパニメーションなサブカルチャーなのなんていう言葉では語れないというかサブじゃないなんていう人もいますもんね確かに日本のメインカルチャーじゃないかともう世界中それこそヨーロッパだろうが北米だろうがアアジだろうがヨーロッパでも日本の漫画ねやっぱり本当に人気あるしドラゴンボールあたりからそうですね私も何度か海外旅行行ったことありますけど普通にアメリカ人の子供とかがドラゴンボールの T シャツ着てましたからね。 みたいなんて思っちゃって思わずニコニコしちゃうんですけども僕は君悪そういう見てましたけどでも私もヨーロッパに行った時に「ドラゴンボール」の文房具消しゴムとか持っていったら本当に喜ばれましたからこれはいいですね下手したら100均とかにありますからね安くねいっぱい買っといて旅行先で渡すと喜ばれるかもしれないですねこういうのはね。池袋に 東京アニメオープン海外からのお客様をやっぱ狙ってるみたいなのでなるほどまあ今インバウンド増えてきましたからね池袋をそういうアニメの聖地にということですかねやっぱりね池袋をアニメの聖地といえば熊本もね今漫画圏でそうですねいろいろはい漫画圏、まあ、熊本ということで、うんえっと、いろんなイベントとか展開もしてますし、うん、まあやはり、まあ、不思議なことに 誰もこれ明確なあの解説というか説明がつかないんですけど熊本出身あるいは熊本にゆかりのある漫画家さんって本当にいっぱいいらっしゃって、はい、これはどういう理由なんだろうなって本当誰か分析してほしいんですけどね文学館で、ねえー、あのイベント行われてて<ー>あれて,てあこの人もみたいなそうなんですよ意外な人が結構いや萩尾本さんとかびっくりしましたね。本当に っていう人に驚かされるこあでもその漫画圏熊本に関して言えばまだまだこれからね、うん、どういうふうに進めていくのかっていうのはあるんでしょうけどね。ねまあ、ただ、えっとまあ、僕らが今後その、まあ、僕自身かもしれないですけども、はい、今後考えなくちゃいけないのはさっきの,そのサブカルチャーメインカルチャーの話じゃないですけども、うん、漫画という一つの。 カテゴリーでくくるのもどうかなというのも、最近思うようになってきて、やっぱり、まん。まあ、すみません、漫画研究室で言うのもなんなんですけども。いいですよ。もう。もう漫画。というのが、その有機的にいろんなジャンルに、こう、結びついている。うん、まあ、ある,あるいは、漫画も、その一部である、認識を。もう、皆さん、当然持ってらっしゃるなと思って。はい、やはり、さっきのナロー系小説もそうですし。はい、漫画。 アニメゲームですねそれが立体的に、まあうん、3次元になってコスプレとかですねいろんなアイテムとかに変わったりとかあるいはお芝居なんてのも最近多いですもんね<ー>、えー。漫画原作だったり漫画原作の舞台、はい、それこそさっきの「鬼滅」じゃないですけども、はい、そういう舞台もありますし、うん、やっぱりもう一つのストーリーをこういろんな 媒体でこうそう、ね、メディアも本当にみんながめいろんなメディアで楽しむというか、うん、という時代になってるのでやっぱり、まあ、漫画研究室当然ねアニメとかも、はい、あのアニソンも含めていい取り扱ってるし、はい、今後はやっぱり、まあ、漫画というキーワードで果たして聞くっていいのか,うかちょっと分かんないんですけども、うん、やっぱりそういう。 なんかその辺をサブカルという言葉でくくりたくないのでなんか新しい言葉ができるといいなというふうふに思ってるんですけど、ね、そうですねサブカルって80年代ぐらいから、はい、そういう言葉が出始めて何、ねはい、か新しいその表現というかあってもいいいでですすよねねそそうそうそうです、ね、なんかそういう、まあまあ、ムーブメントというにはもうあまりにも確立してるんですけども、うん、もうブームではなくて一個の巨大な市場であり、ねうん、あのジャンルでありみんなが夢中になるもので、うん、しかもそれで食べている方,方もいっぱいいらっしゃるわけだから、はい、やっぱりそういうのをくくる言葉や 何か概念があってもいいのかなというふうに最近思いますけどね、はい、今年あと何かこう気になってる動きとか<っ>作品とかありますか、あのー、確かこの漫画がすごい対象も取られたんじゃないかなと思うんですけど「あの早々のフリーレンがアニメー」がありましてそれこそこの放送この放送というかこの配信の前後に、うん、えと系列が違いますけども、はいえー、まず放送が始まりましてしかもやっぱり。 最近顕著なのがキー局といわれるいわゆる東京の大きな放送局ですね、はい、TBS とか、うん、に日本テレビとかフジテレビですけど、はい、やっぱりそういうあのめぼしいコンテンツ、うん、もう漫画小説の時点ですごい人気があるものに関しては、はい、もうなんかこう書こうというか<ー>強い非常に力を入れていく初手からですね力を入れていくという傾向にあって「早々のフリーレン」なんかは最初2時間スペシャルって。は 漫画がねすごくやっぱり人気ありましたから実績がね漫画とかでアニメとかですでにあってそれこそ呪術みたいに映画あのテレビシリーズがあってあの映画だったですよね「呪術廻戦ロっていうそれこそ公式100億超えるような映画になったわけですけどそういう実績もないままいきなり書店を2時間スペシャルでやるっていうのはそれはすごいチャレンジこれはやっぱ日テレが相当期待してるんじゃないかなあ原作確かに面白いんですけども面白い。 でやっぱり最近思うのはアニメが漫画をちょっと超えることも多いなっていうのが <laughs> やっぱりあって特にあの、まあ、原作漫画を超えちゃうっていうはいはい、はい、フ,フリーレンもあのたまに背景とかあの船の縮尺とかちょっとおかしいんじゃないかっていうのもあるんですけども <laughs> ところがあのアニメになると当然その辺計算し尽くされてよく動きますしチェーンソーマンとかもそうですし「ま、チェーンソーマン」も「鬼滅の刃」もそうですけ、ね、ど、はい、やっぱり今優秀な。 アニメ制作その辺りがこう漫画がこう本当と絵コンテのように見えるぐらいアニメの方がオリジナルなんじゃないかと思う逆転現象ぐらい躍動感のある非常にいいアニメを作る土壌があるなと当にまに僕ら恵まれてるなと思いますのであと忍者はいはいそうですねうちの系列でいうと「アンダー忍者」というそう 沢健吾さんって、まあ、皆さんも「アイアマヒーロー」の方が有名かなアイアマヒーローの原作者でゾンリアルゾンビ,、はい、ゾンビ漫画でしたし実写化もされましたけどもれ絵もかなりいいですよね、はい、これは、まあ、忍者学園ものみたいな話なんですけども、うん、いや忍者,者ってやっぱりね今までもそうですね、はい はっとりくんまで君まの遡りますけど忍者ハットリくんもそうですまナ鳴門とかね世界的には鳴門人気ですもんねだからやっぱ忍者ものってやっぱほら日本の漫画で忍者っていうともう本当忍者っていうジャンルはもう日本人が好きです好きですねやっぱりそうか。 だからアンダーニンジャーもそうですし、そういうふうにまあこの漫画アンダーニンジャー結構えぐくないですか？えぐいんですよあ。<laughs> あれね、まあ花澤先生自身が青山ヒーローも結構えぐかったし、はい、なんかもう見ててこうって心が痛くなるようなシーンが結構多いんですけど。うん、でもそのえぐい感じは最近みんなだいぶ慣れ、うん、慣れてきてるって言っていいのかどうえぐ慣れえぐ慣れですかね。なんでし,、ねね、してますよね、<ー>結構。まあ決滅とかもそうだし。まあ 当然それに耐性というかそれを求めてる自分がいるから読んじゃうのかなンマとかもね。その辺は耐性がついたというか、まあ、そういうのがないと逆になんかき、ねはい、れい事で終わらないというか、うん、切られたら血は出るし腕も落とされるみたいないう描写。うんうん ね、よくバトルモノではあんなにボコボコにされたのになんで翌,翌日にはだた,あのただちょっと顔が腫れてるぐらいで戻ってこれるんだみたいなのありますけどもその辺りをこう妥協しないというかですね、うん、その辺はまあ非常に楽しみですし私も全巻持ってますし楽しみなアニメの一つですね。はい、あとまあさっきの,その1回目にめちゃくちゃ力を入れるという点では今年ちょっとやっぱり。 曲がブームにもなった推しの子も第1話が1時間半ぐらいありますから、はい、私もまあ残念ながらあのリアルタイムの方でちょっと見逃しちゃって配信でまとめて見ちゃったんですけど、はい、ちょっと1話目が1時間半ってと思ってしばらくちょっと敬遠してたんですけど、うん、ただ1話,目を1話目を見てしまうともう、はい、もう止まらなくなってほぼ2日ぐらいで全話見ましたですね。<laughs> えー いや非常に夜遊びの、ね、s o b、はい、あのアイドル」という曲もありましたしうもうやっぱりあの曲の曲インパクトも、ねうん、すごかったやっぱり夜遊びさんっていうそのアーティストがも、うんえっともと小説を起こして、はい、それから世界観を作って曲を作るっていうアーティストさんですけども原作すでにアニメとか漫画があると非常にその。 世界観に沿った曲をちゃんと作ってらっしゃるから、うん、アニメと夜遊びってすごい親和性が高くてさっきの「の彗星の魔女」でも「祝福」という曲を作られましたしの番組でも何度か書けま過去は「ビースターズ」の「怪物」っていう曲を作られたりもしてますし、はいうん、今回もその早々の「フリーレン」でもまああの o 遊びが担当されるということで非常にこの夜遊びという存在も今のアニメで。 すごい詩、ねはい、の世界があのいいんですよね、やっぱりね。んまあなので次も楽しみだなというふうに思ってますけどまああとは何だろうな映画化、ね、映画化のちょ,っとちょっと怖いなっていうのもありますけどやっぱあれじゃないですか。 今年のアニメ界のやっぱり話題はやっぱ宮崎先生の,ああの「君たちはどう生きるか」はるかじゃないんですかねやっぱりね。はあもう完全に情報をゼロにしていきましたもう,もう、まあ、何もわからなかったですからねもう何の何一体何が起きるのかもさっぱりわからないうん、うん、本当にタイトルとあのなんか謎のイラストだけ。うん、で 言ったのはもう後にも先にもあんな気持ちで映画見るのは初めてだと思いますけどもああいう映画体験は今なかなかできないですよね。ですよね。ある程度やっぱり僕らどうしても映画を見に行く時にはあこれはマーベルだとか、うん、これは原作があの人だとか当然監督があの監督だとか、はい、主演がキアヌ・リーブスだとか、うん、なんかそういう当然前情報があって映画を選ぶじゃないですか。ね、でも、はい あれに関しては前情報は宮崎駿が撮りましただけですからね。あそこはプロデューサーの鈴木さんの仕切、ね、<や>りがすごかったなって戦略がちですかね、はいまあ、で始まってみて真っ暗の中から始まるんですけどある意味こう想像期待を裏切ることはなかったですよねだからね、うん、想像の世界というかは超えてたんですけど期待,、うん、期待を裏切るものではなかったし絵がすごかったしね。はい 宮崎駿の集大成というかまあ今までの日本一みたいな。いや確かにそうですね。これまでの作品の歴史感があったじゃないですか。デジャブ的なあれこれどっかみたいな。そうそうこのシーンはみたいなね。これこれどこで見たよなみたいな。はい。というまあ一つの日本一みたいないう感じの作り方だったですよね。だからなんかもうラストまで本当に宮崎ワールド展開してまあ今の宮崎駿監督の。 やりたかったこと、ね、と,とかね心情をこう反映したのがあの映画だったのかなと思いますうん。で今回まあ我々がとってまあ嬉しいファンとして嬉しいのは、はい、これが最後ですというコメントは一つもないんですよ、ね。そうなんです。もうやらないとかやめる的なことを言ってないですよね。うん、ううもう引退だよっていうのはこれまで何度ももうもののけ姫からずっと言ってきてる水野監督ですけども今回はそれが一切まあないので。 あるんじまあ、まあ、なんかまだ当然スタジオには顔を出してなんかチクチクやってるみたいなんでぜひ、うんはい、いつまでもお元気でもうやってるんじゃないかっていう噂さえ可能性ありますよねあそこは、はい、ねこの間ちょっと一つのニュースとしてはスタジオジブリが日テレの子会社にそったそうなんですよあれはなんだろうあでも、はい、鈴木敏夫さんと宮崎駿が、まあ、言うなれば 一つの人間国宝みたいな人が自由に物を作れるような環境を作る環,環境を作るために、ねはいえー、こしらえた会社ではあったけども、うん、まあ当然そこに働く人たちっていうのは何年に1本できるかどうか定期的にかどうかもわからない作品作りをしている会社はやっぱりどうしても不安になってやっぱり皆さんに辞めたり独立したりしていくじゃないですか、はい、そういった意味じゃ日テレがまあ,あ,るある程度バックに入ることでその辺の安定した。 ももののづくりというか<ー>そういうううかかそ見方もできるのかななるほど単なるそのコンテンツ管理会社として維持していくのが、はい、今後は鈴木敏夫さんはそういうふうに言ってましたけども日、はいうん、テレがバックに入るっていうことは今後ジブリの名前を使って「えー、宮崎駿ポスト宮崎駿っていう部分のもういっぺんアニメーション作りの体制を整えていくんじゃないかなっていう気がしますよね。今後のの日本の アニメにとってもす,ごくもあす、ね、まあ大事だと思いますしまあどういう方向性に触れるか分かんないんですけども、うん、まあとってもいい傾向だと思います、うん、ただまあ、あのーまあ、こ,のこういうことを配信で言っちゃうのもあれですけどもあの過去いろんなマーベルとかですね「はい、スター・ウォーズ」とかルーカス・フィルムがディズニー参加に入って、はい、まあ,ある意味ディズニー良<ー>くも悪くもディズニー映画にな作品になってしまったっていうのと同じで今後日テレさんが。 ジブリに、はい、のバックについて、うん、ジブリが今後ある程度定期的に。宮崎作品の合間合間に、こうまた前のようにですね。はい、作品を供給していくという体制が取った時に。まあ、クオリティとか。そのあたりがどう担保されるのかというか。うん、その辺はちょっと、まあ、気になるところですよね。<ぁ>その辺がもう、ああ。こういうの作りたいのねっていうのが。分散されちゃうと、みんながなんか飽きてくるとか <laughs> か。ちょっと引いちゃうところもあるかもしれない。うん、そこはちょっと。怖いなっていうのはあるので、はい、まあ、そこはちょっとぜひ。 なんとか宮崎出雲。継承するような組織作りをもう一度考えてほしい、うん、ですよね。ちょっとそこは期待したいですね。うん、わあ、あとね、ゴールデンカムイの映画化とか。<laughs> やあ今下向いた。その話題します。<laughs> <laughs> <laughs> あいやまあ。ゴールデンカムイ、私も前回持ってますし、も当然大好きな漫画なんですけども。はい、主人公はともかく、あの。橋本環奈ちゃんが。はい、あの。カムイの女の子。あ,あ、カムイじゃない、はい、あの。アイヌの女の子は。はい。 アシリパ橋本環奈ちゃんで見てたんですけどまあまあ違う子がやることになりましたけど、うん、ただまああんまりコスプレコスプレ風になるのもちょっと過去ねいろんな実写化してきた過去の漫画とかを考えるとそ,、ね、まあそこはちょっと気をつけていただきたいなっていうのはありますしう衣装の。普通にあの明治時代の明治末期ぐらいの,あの,衣装あの時代考証で衣装もこしらえて。うん ただまあキャラクターだけはこうもうぶっ飛んでるという話で、うん、であれ映画化されてもですね多分間違いなく一本目じゃ一本目ぐらいじゃ終わらないですもんね。ああ<ー>、ね、そうですよね。あって最後まで。 やり切るか,ど,うかど,どこをどう、ねはい、切り取るかっていうのもあるしまあ同じ中島健人さんあのキングダムの方もやってるんですけども、はい、そのイメージがちょっと強すぎるっていうのはあるかもしれないね <laughs> キングダムは当然いまだに続いてますし、うん、ゴールデンカムよりもたくさん出てますので、うん、<laughs> あのそっちの映画化を進めるよりはゴールデンカムイの方はちゃんと完結の先が見えるのかなと思うんですけど、うん、まあでもどっちも今後映画が展開していくとなるとちょっとややこしいことになるんじゃないかなと、うん、<laughs> 思わないでもないですけどね。うんえー ということで今日はですね、まあ今年気になった映画やアニメなどの作品もちょっと早いです、はい、そうです、ねちょっと早いですけどね。はい、タンクラさんに切り取って、はい、あと三ヶ月でまた面白いものを見れるといいんですけど。ね、はい、この配信を聞いて、えー、感じたことなどありましたら、えー、コメントなどもいただけると嬉しいです。番組のメールは漫画アットマーク RKK ドット JP でお待ちしています。 X からのポストも大歓迎ですハッシュタグ漫画研究室でつぶやいてくださいありがとうございましたマコリーヌと、はい、タンクラさんでした,でしたありがとうございますというわけで最後まで聞いていただいてありがとうございました番組ではメッセージやリクエスト取り上げてほしいテーマを募集しています漫画 @rkk.jp までお寄せください。番組のツイッターもあります。アカウントは漫画 rkk です。ハッシュタグ、漫画、研究室でも感想などつぶやいてくださいね。それではまた次回をお楽しみに。